伊藤潤二と申します。日本で、ホラー漫画を、描いております。今回、アングレーム、国際、漫画祭に、呼んでいただいて、大変光栄に思っております。発想はですね、常日頃、見たり聞いたりする中からちょっと心に引っかかる物事をですね、それをちょっと視点を変えて、見てみたりするとですね、ちょっと物語に作れそうなですね、そういったアイデアに、なることがよくありまして、そういったものからストーリーを作っていくという感じですね。あと、なんていうんですかね、この何が面白いかっていう、感覚はもうそれぞれの人がいろいろ持ってると思うんですけど、私などは小説家の日本の小説家で筒井康隆先生という方がいてですね、その方の、SF 作家なんですけど、SF の発想の仕方が非常に面白いなと思いまして、そういうところを筒井先生などを読んで、なんか自分なりにの感覚を磨いたような気もします。そもそも日本ではホラー漫画というのは割と少女向けに、書かれることが多くてですね、それは梅津和夫先生という日本のホラー漫画のパイオニアの方がいて、その方が少女漫画をの一部門というか、そのホラー漫画としての少女漫画というのを書き始めてですね、それが一つの主流に、なっていったということです。私もその流れに乗って最初に、書いた雑誌がやっぱり少女向けのホラー専門雑誌だったので、やはり少年少女が怖い、体験をするという、そういう話が多くなりました。そうですね、映画で一番衝撃を受けたのが、エクソシストでですね、ウィリアム・フリードキン監督のエクソシストで子供の頃衝撃を受けて、それがやっぱり常にベースになってるかもしれないです。あと、ダリオ・ハルジェントの「サスペリア」とか、あとやっぱり大変刺激的だったのはサムライミ監督の「イーブル・デッド」とかですね、「イーブル・デッド」、それから最近ではアリアスター監督の「ヘレディタリー」とか「ミッドサマー」とか、そういったものは非常に印象に残ってますね。子どもの頃レイ・ハリーハウゼンっていう人形アニメーションの作家 の, シンドバッドとか、アルゴ探検隊の大冒険とかですね、そういったギリシャ神話をベースにしたような、特撮というのかな、映画が大好きですね。そういうのもやっぱりどっか脳裏にありますね。あとキングコーン、オブライエン の, 師匠 の, ウィリス・オブライエンという人がいて、キングコングを動かした人なんですけど、その辺も非常に子供の頃からすごく興味を持ってましたね。でもさっき今の首吊り気球は自分でもとてもストーリー作った時点でもこれはいけると思ってたんで、それは絵にするのは非常にもう楽しいというか、とても情熱を込めて描きました。でストーリーに関して最近楽しかったなっていうのが、意外なことに人間失格という太宰治の原作の
コミカライズはですね、意外に楽しかったですね。主人公の大場洋蔵っていう男がですね、なんか非常に自分に自身が似た部分があって、それを、まあ、原作をちょっと膨らませて、まあ、自分なりに解釈して漫画にするっていうのは楽しかったですね。